迫撃砲弾は迫撃砲で使用される砲弾である。弾頭部の内側には新艦が組み込まれ、保管、輸送時は砲弾と分けられており射撃前に装着される。弾体部は弾手に応じて作薬などが充填され、細くなった筒状の箇所は発射薬等で発射薬が詰められる。矢羽根状のものは安定翼で飛翔中の弾道を安定させ、 着弾角度がより垂直に近くなる、要落下中の姿勢を補正する。迫撃砲の砲弾は、弾からだと発射薬が一体化されており、榴弾砲で見られるような砲弾と薬能が別になった分離装填方式を取らない。ただし、射程の延伸を図るため、発射薬等に増加発射薬を1から複数個取り付ける例が一般的である。 5 0トル以下の小型砲弾の場合は最大射程が短いこともあり増加発射薬を取り付けていない。一般的には工場出荷状態で最大数の増加発射薬が取り付けられた状態でケースに収納されており使用する直前に必要に応じて取り外すようになっている。またライフリングされた方の場合は安定翼が不要なため その部分に増加発射薬を取り付けることもある。ロケット補助推進弾の場合は、弾体部の策略を現じて推進剤に変える。使用される新艦は、初期から現代まで着発式が多用されているが、最近では高度な電子技術による空中炸裂新艦も登場している。日露戦争で爆弾を遠くへ飛ばすための武器として、迫撃砲が誕生した初期の迫撃砲弾は、 手榴弾や球砲などの砲弾の流用であり、迫撃砲専用として設計されたものではなかった。第一次世界大戦でも初期のものは手榴弾の改造であったが、後期には迫撃砲専用砲弾となった。第二次世界大戦以降は完全に迫撃砲専用の砲弾として設計されるようになった。81mm 迫撃砲の主な砲弾。上から M374A に榴弾、M375A に発煙弾、M301A3 照明弾榴弾迫撃砲の砲弾として最も一般的に使用されている。化学兵器弾第一次世界大戦の頃は毒ガスの詰まったガスボンベを投射していたが第二次世界大戦の頃には専用砲弾が開発された。化学兵器は榴弾ほど効果が安定しないことと 科学兵器禁止条約によって製造と貯蔵が禁止されたことから現在では製造されていない。照明弾を大きな強角で打ち上げられるとパラシュートが開いて光りながらゆっくり降下してくる。発煙段視界を遮る煙幕を張る場合と着弾地点に目印をつけるために使用される場合がある。迫撃法では着弾位置を遠くから観測するために用いられる。 ロケットアシスト弾ポーランド軍の 120mm 迫撃砲弾。右はロケットアシスト弾で、上の黒い部分が作薬で、下の黄色い部分がロケット推進薬である。射程距離を伸ばすために砲弾にロケットエンジンを内蔵したもの。主に砲弾が大きい 120mm クラスで用いられており、120mm 常砲弾が射程。 7km ほどであるのに対して、12から 15km にまで延長される。誘導砲弾などと組み合わせることも多い。ストリックス迫撃砲弾赤外線画像誘導により、移動する戦車に対しても高い命中率を誇る。体操後破片榴弾レーザー誘導迫撃砲弾、XM395M984120mm 迫撃砲弾ロケットアシストと、 誘導装置を組み合わせた、長射程と高い命中率を持ち、ダピカムにより高い威力を発揮する。戦術核砲弾初期の核砲弾は、小型化が進んでいなかった時代にはソビエトでは、口径4 2 0ト、mm、ルや2 8 0ト、mm、ルなどの大口径砲弾が作られている。 現代においては 60mm、81mm、120mm の3種類が標準的な光景になっているが、政治的事情による 98mm やさらに威力増大を狙った 160mm なども存在する。37mm、ソビエト軍が個人携帯用の 37mm 軽迫撃砲として使用していたが、それ以外では事例がない。 50から 51mm1 から3名で、招待レベルで運用される、軽迫撃砲で、主に使用されている。インチ法の国では、合計が 50.8mm や 51mm で、あることも多い砲弾重量は0.85から 1.02kg ぐらいで、89式重撃弾等の89式ルー弾は7 9 3グラムと軽めである。 60mm 不評部隊の火力支援中隊で直接支援用として広く使用されている光景である。近年ではこの役目を 80mm クラスが担うようになり、個人用の軽迫撃砲の砲弾として使用されることも多くなってきている。砲弾重量は1.36から 2.2kg ぐらいで、同じ光景でも長射程のものは砲弾が長く重めになっている。 80から8 2ト、mm、ル第一次世界大戦で迫撃砲の始祖となったストークスモーターで採用されて以来8 1ト、mm、ルが現代でも中迫撃砲の標準的な光景である第二次世界大戦のドイツ軍が8 0ト、mm、ルを第二次世界大戦のソビエトが8 2ト、mm、ルを使用していた9 8ト、mm、ル1 9 9 0年11月に 署名された欧州通常戦力条約において、口径 100mm 以上の火砲の保有数が制限されたため、条約制限外兵器として新たに作られた。現時点でこの口径を使うのは、ポーランド製の M-98 迫撃砲のみで、ある。100mm 中国が独自に正式化した口径である。中国では71式、80式。 89式の3種類の迫撃砲が生産されているが、同国以外でこの光景を使用する迫撃砲は生産されていない。107mm 第二次世界大戦期に採用された光景。アメリカ製の M207mm 迫撃砲と M30107mm 迫撃砲が有名であるが、 ソ連製の 107mm 迫撃砲 GVPM-38 やイギリスの ML4.2 インチ迫撃砲のみが製造された。第二次世界大戦後はアメリカとアメリカから蒸気の2種類の迫撃砲を供与された国以外では比較的早期に淘汰され、現在ではアメリカを含めた多くの国で 120mm 迫撃砲への更新が進められている。 120mm 現代の重迫撃砲として標準的な光景である。砲弾重量は18から 20kg にもなり、兵士1名で方向から装填できる限界の大きさである。160mm160mm 迫撃砲、M-43 やソルタム M66160mm 迫撃砲など一部ではあるが現代でも使用されている。 このクラスになると、砲弾重量は38.5から4グラムにもなり、人力で持ち上げて方向から装填することが困難になる。そのため 160mm 迫撃砲 M-43 は5層式で、ソルタム M66-160mm 迫撃砲は、砲身を動かして方向の位置を下げる仕組みを持っている。 CVVV イギリス軍が第一次世界大戦時の2インチ、中迫撃砲で使用していた、脳105バイト発着式新艦。着弾すると撃鉄が完成力で前進し、点火針が点火薬を撃破することで作動する。右上は、輸送時に用いられる安全プラグで、使用前にはね、点火薬、点火薬ホルダーと入れ替えられる。迫撃砲の新艦はほぼ全てが、弾頭新艦である。 古くから着発式瞬発新棺が用いられてきた。着発式瞬発新棺とは、砲弾が地面などについた瞬間に発破する新棺である。低コストな砲弾ということもあり、かなり近代まで単純な着発式瞬発新棺が用いられてきたが、最近では高度な電子技術により、地面から数メートルの高さで炸裂する M734 マルチオプション新棺が、 使用されるようになった。迫撃砲の新艦の安全解除は単純な安全ピン方式が最も多く使用されてきたが、発着式新艦は安全ピンを外してしまうと落としただけでも爆発する危険があり、火薬の不完全燃焼などの事故で手前に落下しても爆発するので安全性に問題があった。また、何かに引っかかってピンが抜けたりする危険や、 兵士がうっかり安全ピンを抜き忘れると不発になるという人為的ミスの問題もあり、近代では人為的な安全解除の動作が不要な気流式が主流になっている。迫撃砲はライフリングがなく砲弾が回転しないため遠心力式の解除装置が使えない。このため、新艦に小さな風車をつけて気流で一定数回転すると安全装置が解除される。 気流式が主流で用いられている。風車を用いた気流式の利点は初速に関係なく安全距離が確保できることにある。迫撃砲は射程距離に応じてチャージ数を変えるので遠距離ほど初速が速くなるため初速に関係のない方式が必要となるのである。また気流式は砲弾が発射され一定距離を飛翔しない限り安全装置が解除されないため、 装填した砲弾が不発になった場合でも安全に砲弾を取り出すことができる。コルダイトなどのニトロセルロース系の装薬は経年劣化する性質があるため安定剤の技術が未熟だった第一次世界大戦の頃は不発や不完全燃焼が多かった。迫撃砲の手前には味方の不評が展開していることが多いので間違えて数十メートル手前に落下すると 味方不評の頭上に砲弾が落下することになる。このため、味方の頭上を飛び越すまでは安全装置が解除されない、必要がある、迫撃砲で不発が起きた場合の取り出し方は方針を、外して方向を下に向けて、砲弾を自由落下で方針から取り出す方式が主流なので、安全ピン式の場合はうっかり地面に落とすと自爆する、危険が高く、迫撃砲の不発処理は神経を使ったが、 気流式ならそのまま地面に落としても平気である。ありがとうございます。